三太来藤不雄三た来い雄は、日本の経営者、実業家。第6代、第8代キャノン社長を経て、同会長。第2代日本経済団体連合会会長を務め、現在は名誉会長。内閣府経済財政諮問会議議員。若者の人間力を高めるための国民会議議長。鉄道貨モーツ協会会長。読売新聞グループ本社監査役。 ラグビーワールドカップ2019組織委員会会長2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会名誉会長大分県立佐伯鶴城高等学校から転入して東京都立小山大高等学校中央大学法学部卒業財界総理と言われる日本経済団体連合会会長職に私立大学出身者として 初めて就任した。アメリカ勤務が23年間と長く、アメリカ仕込みの合理的経営を、キャノン経営にも持ち込んだ。社長就任後、キャッシュフロー経営を取り入れ、キャノンの財務体質強化に乗り出す。事業の選択と集中を掛け声として、手始めに液晶ディスプレイや光ディスク、パーソナルコンピュータ事業から撤退。 経営資源を利益率の高いプリンター、カメラ、半導体製造装置等に集中させた。次に生産性の高いセル生産方式をキャノンに導入、生産性の低下していた工場の生産効率強化に乗り出し生産性向上を達成した。第一期社長就任前にあった8400億を超える負債を事実上完済し、 日本有数のキャッシュフローを持つ企業にまで財務体質を改善、営業利益率などの経営指標も製造業トップクラスにまで押し上げた。デフレ不況の中キャノンは純利益で3期連続の過去最高を達成し、2003年、米ビジネスウィーク氏が選ぶ世界の経営者25人に選ばれた。終身雇用の実力主義を掲げ、 日本流の終身雇用による運命共同体としての集団結束力の強化と、米国流の競争の中から個々人の力を引き出す、経営の両立を実践している。キャノン社長時代には、厳しい経営環境に際して、雇用の堅持を第一義とし、従業員に対して、夏休みの短縮、成果主義の導入、フレックスタイム制の廃止、独身料、 社宅補助の廃止、初手当ての一部廃止などを行い、その代わり雇用を守り切った。現行の受け負いの法制度に疑問を呈し2006年10月13日の経済財政諮問会議の席上で、受け負いの受け入れ先が仕事を教えてはいけないことになっており、矛盾があるなどと指摘。法律を守るのは当然としつつも、現行制度の緩和が必要と訴えた。 その一方で、キャノンの役員報酬は2003年に1億3900万から2006年の間に2億2200万と2倍近くに引き上げている。国会でも民主党の枝野幸男が経営が苦しい時は社長が自分の給与を削ってそれでも足りない時初めて従業員の給与の引き下げをしてきたのが従来の日本型の経営者だと主張。また、 偽装請負いの合法化を訴える人物が経済財政諮問会議の委員であることの的確性に疑問を投げかけた。2007年10月、自身が会長を務めるキャノンの偽装請負い問題に関して民主党をはじめや東京道で参考認証地を要求される。だが、偽装請負い問題が表面化すると、経団連会長の立場で、 派遣法を変えろと言い放ったりするなど、朝日新聞以外のマスコミからも、その発言は浮世離れしていると非難されることも、珍しくなく、その言動については、派遣労働者の敵、労害などの批判も存在する。2008年6月の記者会見で、舛添陽一厚生労働省が日雇い派遣の原則禁止を表明したことに対しては、三たらし会長は、現実問題として、 雇用機会を縮減すると述べ、難色を示したという。2007年1月1日には、経団連会長の立場として、消費税率を2011年度までに、現行より2%程度、その後さらに3%程度上げ提唱を含んだ、希望の国、日本を発表した。一方で、法人税は、実行税率を2015年度までに、 約10%下げるべきだと提唱をしている。また、それらの経団連の目的の実現のために、自由民主党への多額の政治献金を、経団連会員である企業に促し、みたらし自ら会長についているキャノンも率先して、年数1000万円程度の献金を行うことを、すでに決定している。しかし、2009年に、 政権交代により民主党政権となり民主党とのパイプを持たないため発言力は著しく低下した。2010年に人気満了で経団連会長を退任した。自身の出身地である大分に大型工場や湯布市に保養所を建設した。さらには大分県下の小学校にデジカメを無料で配布するなどの事前活動も行っている。 キャノン本社では三たら自身が塾長となって、経営塾と称する実践教育を実践し、若手の教育活動を行っている。2010年、在海人で作る、巨人軍を応援する三三会の会長就任。ありがとうございます。